クローシュの肖像、バラバーシュミクローシュが、1842年、ニコラ・シュビッチ・ズリンスキは、クロアチアの将軍で、ハプスブルク家に仕えた。彼は、クロアチア貴族、ズリンスキ家の出身で、1542年から1556年まで、クロアチアの番であった。オトン・イベコビッチによる、ズリンスキ像ニコラは、父・ニコラと母・エレナ・カルロビッチの子として、ズリン村で、生まれた。 彼は1529年の第一次ウィーン包囲で頭角を表し、1542年には400人のクロアチア兵と戦いに加わることで、配色濃厚であったペシュトから帝国軍を救った。この働きのために彼はバンに任命された。1542年、彼はソムリョの戦いでオスマン帝国軍と戦った。1543年、ニコラは カタリナ・フランコ・パンと結婚し、彼女の持つ多くの所領を継承した。彼女との間には多くの子供が生まれ、ニコラーの後を継いだのは由来であった。神聖ローマ皇帝フェルディナント一世は、ニコラーにハンガリーとクロアチアに大きな資産を授けた。そのために彼は、クロアチア人有力者として、ほとんどマジャル人と同格になっていった。年、ニコラは、 タイオスマン帝国との連戦に勝利し、バボーチャの戦いで絶頂期に達した。しかし、クロアチア人たちは、ニコラがマジャール人のために戦っているから、同胞をないがしろにしているという非難で、自分たちの番を苦しめ、皇帝は同時期に彼から上クロアチアの職を奪った。そして、ニコラをクロアチア側を支援する目的で1万人の兵と送り込んだ。その時、マジャール人は、 他国からの支援なしに孤立していた。1563年、ハンガリー王として皇帝マクシミリアン2世が退官した際、ナダスディトマシュの死後空席となっていた、ハンガリーの救済という行為を獲得しよう都会のない望みを抱いて、ニコラは式典に3000人のクロアチアとマジャルの騎馬貴族の統領として出席した。1564年に二度目の妻エヴァロジュンベルクと再婚したすぐ、 あと、彼は、軍政国境地帯を守るために急いで南進し、セゲドでトルコ軍を敗退させた。1566年8月5日から9月7日まで、彼の小部隊は、スレーマン一世自ら率いる9万人もの、トルコ軍に対して、シゲトバールの小さな要塞を英雄的に守り抜いた。戦闘は、絶望的な出撃の中のズリンスキや中頓していた。 兵全員の選手で幕を閉じた。ニコラ・シュビッチ・ズリンスキは、クロアチアの番で詩人であったニコラ・ズリンスキ、その弟ペータル・ズリンスキの曽祖,祖父にあたる。兄のニコラ・ズリンスキはハンガリー語で、女児ジシ,シゲトの悲しみを書き、その中で曽祖,祖父ニコラを、女児ジシを印刷したものが、現在も残っており、ハンガリー文学の金字塔の一つとみなされている。ニコラ・シュビッチ・ズリンスキは、クロアチアと、 ハンガリー両国で国民的英雄とされている。クロアチアの首都ザグレブにある公園は彼にちなみにこれシュビツァズリンスコグ公園と名付けられている。ありがとうございます。